吉宗評判記暴れん坊将軍。享保10年の夏、八代将軍吉宗は長崎のオランダ商館長を通じて5頭のアラビア馬を輸入したのであった。来たぞ、間違いない。長崎に到着した5頭の馬の中で一番元気であったこの紀州号がまず初めに江戸に向かっていたのである。だがこの紀州号が箱根路を越えようとしている時、一大事件が発生した。直ちに口止めをいたし、箱根の関所の者も動員して探索いたしましたが、いまだに行方が分かりませぬ。護送の長崎奉行所配下の者も切腹の覚悟を決め、ただいまは関所の方に。ならん、切腹は許さぬ。草の根を分けても必ず探し出すよ。は、では直ちに。上様、何者かが紀州号を狙ったことは確かでございまするぞ。俺は優れた馬を外国より入れ、日本の馬を改良したいと思っていたのだが、世の中には石頭の馬鹿者どもがいるようだ。半蔵、お園、勝負。国の半。先生、ダメだな。ダメだな先生、また取られちまって。先生、あんたやる気があんのかい。そうだ。何をやっても面白ないの。人生なんて虚しいもんじゃ。そんなのんきなこと言ってる場合じゃねえぜ。あ、闇じゃろ、闇。未来永劫闇形じゃ。先生、もうやめた方がいいんじゃねえのかい。いくも地獄もどれも地獄、こんならずの底じゃおい。おい、どうもと、わしはいくら負けとるか。2両ね、3両ね、3両ね、読んで重量超えてるでねえか。いい加減な払ってもらうと何でねえか。いいじゃねえか、同郷のよしみだ。年末にまとめて払ってやる。お前こいつをかぶっとね。あれ、おい、これで最後の勝負だ。ほら、ちょうど負けた。負けた、負けた。どこから連れてきたんじゃ。離れ駒でお父さん、今朝うちの裏で草を食べてたの。綺麗な馬でしょ。あ、いい三馬だよ。闇夜に強靭じゃろ。お父さん、こりゃ偉いもの拾ってきたぞ。え、こりゃアラビア中国の馬だわ。え、なんて言ったの。いや、この世にも神様がおるんじゃの。わしが夢にまで見た馬っ子じゃわい。あたし大会社まで届けてくるよ。待ちなさい。ほら見ろ、え、体中傷だらけじゃ。
夕べ一晩中走り続けたんじゃろう、かわいそうにの。あ、たまえ、とにかく手当てがかけじゃ。手当て、手当て。ほら、ほら、ほら、ほら。お父っつぁん。あったぞ。ありました。この人は滝だぞ。落ちたのだな。の出所を知りたいと思ってな。幕露町の山本だけじゃちょっと分かんないんだ。幕露町の山本だけじゃな、いっぱいあるから、うん、おい。手ぬぐいに矢を入れてんだから、職人の頭か、人足の親方か、まあそんなところだぜ。よかった、早速当たってみましょう。三郎殿、東北の諸藩では、この度のアラビアン馬の輸入に動揺いたしておりますぞ。国産馬に一滴でも外国馬の血が混入いたせば、もはや新国日本の領母はたちまちにして足腰がない。いざ鎌倉という時、物の役に立ち申さん。一体加納殿はいかなるお気持ちなのか、それを聞かせていただこう。まあまあまあ、いろいろと文句もありましょうが、ここはやはり実物を見試してから改めて抗議をいたすのが筋というものではござりませぬかな。まあ場合によっては、その馬と日本の馬との馬比べをいたしてみるのも悪くはないと思いますがな。馬比べ？上様に献上する馬だと分かったからには、いずれ届け出なきゃならんだろう。だがな、たまえ、今この通りこの馬は弱りきっとんじゃん。わしは馬医者としてだな、もっと元気にしてから届けたいんじゃ。あどうするのよ。もうしばらく面倒見るのさ。元気になったらわしらが直接江戸に届ければいい。どうしてなの。下っ端役人じゃ話にならんからの、町奉行の大岡様のところまでお届けした方が安心できるというの、大将。そうね。本当はお父ちゃん別れたくないんでしょ。いいわ。じゃあそうしようっと。そうじゃ。誰かに見られるとまずい。おい、閉めな。はい。そうか。無事だったか。上様、よろしゅうございましたな。では早速私がお迎えに参りましょう。いや、ちょっと待て。このまましばらくの間そっとしておこうではないか。上様、大名の中でもいろいろと物議を醸しているようだ。いまだにあの馬の命を狙った者どもの正体が分からぬ以上、今江戸に連れてくるのはかえって危ないかもしれぬ。なるほど。幸い馬を保護した者は馬医者、今しばらく預けておく方が安全かもしれませんな。馬医者と言うてもいろいろおりまするぞ。おその、そのものはどのような。はい、南部馬之助という馬医者で、5年ほど前より彼の地に住まっております。玉江という娘と二人暮らし、馬医者としての腕は確かという話でございます。そうか。それならばあえて今こちらから知らせる必要はあるまい。下手に動けば狙ってる連中に気づかれよ。おその、しばらくの間それとなく見守っていてやってくれ。はい。それどうも、すみませんでした。これは確か伝左衛門様のところで普請した時に配った手ぬぐいだと思うがな。伝左衛門様ってな、
なんで知らないのか。江戸一番の馬氏の棟梁よ。馬氏の棟梁。ちょっと何だよ。なんだよ。もう少し詳しく教えてくんねえか。こいつはすまねえな。山本伝左衛門様ってのよ、公儀の御用達として何でも東北の方の馬を集めてるってこった。では堀越様、紀州郷の死骸は未だに、うん、役人どもが竹壺に落ち深間にはまっているものとみて探索をしたようだが、とうとう分からずじまいだったらしいの。さようでございますか。しかしあれだけの馬です、そうやすやすと転落するとは思われませんが。わしもそう思っておる。伊之助、その方は引き続き漁師仲間ともとも探索を続け、何事も始めが肝心じゃ。しかととどめを刺しておかねばな。まあそう考えておるのはわし一人だけではないようだ。よいな、猪之助。うん。堀越様、残る長崎の四頭はことによると船に出るとえ。いくら回路問わず、あのような外国馬をこたれとも江戸には入れぬことじゃ。実物を見て心を変える大名方が現れるかもしれんのでの。ケトルの馬などとんでもない話でございます。まして江戸近在にて掛け合わせた馬を大量に飼育されたのでは、私どものように東北の両馬を扱う者は大損害を受けるのは目に見えておる。お奉行様、何とぞよろしくお願いいたします。その武士の名は堀越陣太夫です。堀越陣太夫、野間奉行ではないか。野間奉行とは幕府直轄の牧場である桜小金井の牧場で、幕府旗本の乗馬を一手に管理する役職であった。何ということだ。陣太夫なら俺も何度か会っておる。野間奉行は世襲の職、大体徳川家より禄をはみながらそのような企みをいたしておるとは。陣太夫の口ぶりから見てまだ他に大物が控えているかもしれません。うん、この際そやつ者とも一網打尽にいたせねばならん。半蔵、その二人の動きしっかりと見届けてくれ。心得ました。でもさ、お父っつぁん、いきなり江戸に行って大岡様が会ってくれるかしら。細かい細かい、大きく行こう大きく。江戸にはわしの兄弟分がおるでな、そこ行って話せば大丈夫じゃ。さあ参ろうか。田舎なりどもなんぶの国はさ、西も東も神の山倉さんさい。お父ちゃん、よく手放しになったね。こいつは上様のまだまだ。でも寂しいんでしょ。そりゃ寂しいさ。いっそどこか遠くへ連れてっちまうか。それでさ、お嫁さんもらってやってさ、可愛い子もたくさん育てるんだよ。お父ちゃんの夢なんでしょ。夢だよそれが。しかしやっぱりできねえな。
娘よりもあっちも馬子の方が心配で。何を言ってるんだ。急いで手当てせれば。あ、倒れた。倒れた。もう大丈夫だ。いやー、かたじけない。まことにかたじけないけど。大将は、大将は、あんまのこと、そこにちゃんといるわよ。よかった。いやー、危ないところをお助けいただいた上に。で、あなた方は、徳田新之助と申す。私は、そのと言います。徳田様の知り合いです。一足先に来ていて、昨日この馬を見たとき、もしやと思ってつけてきたんです。いや、もしかしたら、あなた方、上様の…いや、俺は、め組の辰五郎のところで居候してるんだ。辰五郎さんの？あなた方、辰五郎さんの居候かい？ご存知なんですか？おお、知ってるだろう。わしは辰五郎さんの兄弟分じゃ。南部藩ちゅうところは何にもようできんところでな。わしらこういう雑炊ばっかり食っとった。だけど馬っ子だけはみんな大切に大切に育てる土地での人間さを植えても馬っ子だけは殺すようなことはめったになかったの。じゃあ南部藩に？そうじゃ。わしは本当は細井平吉というてな、南部藩の熊木という牧場でお馬を育てるお役についとった。あれちょうど7年前の夏じゃった。日照りの日が続いての。そりゃ長い長い日照りでの、川の水も井戸の水もすっかり枯れちまってさ、馬は次々に倒れちまって、あんなつらいことはなかったわ。その年江戸へ送る馬の数は3分の1になっちまっての、わしは江戸表から飛んできた御家老の鬼沢様に散々攻められた。結局新しい外国の馬を入れてもっと強い馬を作らねば埒が明かねえと気づいたから、わしは思い切ってそう申し上げたんじゃ。ところがあんたどうなったと思うかね。手当の馬を入れる？たわけたことを思うな。貴様それでも日本の侍か。恥ずかしくないのか。そちの顔など見てこない。もうよい。とっとと消え。消えて。このうつけもんが。わしは女房と娘を連れて南部藩を出たんじゃが、悔しかったの。馬を飼ってる村の衆にはわしの気持ちが分かっとったんじゃ。みんな泣いて見送ってくれての。そりゃもう団長の思いさ。女房はがっくり来たんじゃろう。江戸へ登る途中で具合が悪くなっての、もうダメだって医者に言われてさ。俺、わしの勝手でこんな苦労をさせしまって本当にすまなかった。あなた、長い間本当にお世話になりました。たまえ。はい。お父様のこと頼みますよ。お母様。あなた、あなた、あなたのおっしゃった外国の
大きな馬、私も見とございました。熊木の腹をたくさんの大きな馬が走っている夢を何度も夢に見ました。おれん。あなたの夢を叶えてくださいまし。立派な大きな馬を育てて、南部のお役所衆も待って、あなたの夢を、あなた、お母様。おれ。わしはこの馬を見たとき、きっとおれんが引き合わせてくれたに違いねえと、そう思ってな。それから3日後、新之助の一行は感動を抜けて江戸に向かったのである。その頃、半蔵は馬氏の棟梁山本伝左衛門の屋敷を見張っていたが、旦那、いいのですか。お、早く入れ。間違いなく紀州坊か。ええ、申し訳ございません。もし江戸へ向かったとすれば、すでに市中のどっかに潜入しているはずだ。よし、うちの者と手分けをして必ず探し出せ。よいか、いいな。へい。誰だよ、朝っぱらからどんどんと。俺だ。新さんかい。こっちの迷惑はまるかし考えしないんだから。申し訳ないが、他に知り合いと言うても。いや、そりゃいいのよ。裏の長屋に2年間もいた平吉さんだもの、気持ちはよくわかってるし、大岡様にお預けするまででしょ。ドンと任しといてよ。あ、いや、これありがとう、おかみさん。何しろこちらは切符のいい点では江戸一番のおかみさんだからな。またまた、新さんたら。南部藩の江戸家老が東北諸藩に何くれとなく働きかけているようでございます。鬼沢兵庫か。忠介、それで大名たちの意向は。ああ、どうしても上様が外国馬を入れると言われるのなら、一度日本の馬と馬比べをさせていただきたいと申しております。馬比べ。ああ、どうやら初めに言い出されたのは加納殿のようですが。いや、そいつは面白いかもしれんぞ。背丈が六尺三寸だって。おう、そんなべらぼうな馬がいるわけねえじゃねえか。なあ、俺がおめえいるから驚くじゃねえか。なあ。ああ、鼻筋がおめえスーッと通っててよ、おめえ目がパッチリ色白でよ。お尻がふっくら、あんよがすらり。まあ日本中探したってあんな馬ちょいといねえよな。いねえ。一目見たらお前体がゾクゾクっとしてお前止まんねえぜ。おい、わかる。めっこいだよ。めぐみの辰五郎のうちに。へい。これでわかったぞ。お前たちを襲ったのは大岡様の手の者に間違いない。あっしがやりましょう。大名衆は馬比べをするらしい。あの馬は出すわけにはいかん。よいか、一発で仕留めろ。二度とヘマは許さんぞ。ええ、今度は必ずやりますよ。
新さん、それは本当かい？大岡様のご命令だな。そりゃあ一大じゃないですか。新さんがこの紀州号に乗って天下分け目の馬比べに出るなんて。しかしそれは一体いつです？いや、あさってなんだ。あさって？あれですあの屋根から撃った！ 3 人逃げたぞ！おい！どこへ！頭が入ったな。川を引き裂いただけじゃ。しかし、急口を乗らんとか血が止まらんな。お前ちゃん！承知を、承知を。熱がひどいわ。おかみさん、すまんが、うどん粉と酢を用意してくれか。はい、おばちゃん。はい。なあ、大将。つらいだろうが、頑張れよ。何を言われる、今さら。気の目なんだぞ。馬比べをしようと言われたのは、そこまででござるぞ。いかがなされたのじゃ。殿、お返事を願おう。平吉さん、少し休んだ方が。新さん、日の出はできんそうだ。一応帰りの馬は手配してきたが、勝ち目はないな。相手の馬は南部藩一番の名馬だそうだ。よくやった。これで明日の馬比べもわしらの勝ちだの。紀州号が出ないとなれば、もう勝負にはなるまいの。南部駒を年に1000頭余り、ご家老様のお許しを得て私どもが江戸へ運び、それを野馬奉行の堀越様が御用馬としてお買い上げくださる。この仕組みは何としても守らねばなりませんからな。その通りだ。伝左衛門、明日の馬比べにわしが勝てば、上様も外国馬の輸入は諦めるだろう。その方の家業も松代まで安泰というわけだの。はい。その代わりご家老様にも年3000両の恨み大賀金が。そうはっきり申すな。とにかく明日の馬比べが楽しみだ。まだ熱が冷めないなんて困ったね。かわいそうに、このまま死んじゃうんじゃないかしら。バッ、なんてこと言うんだよ。おかみさん、水、井戸水をください。はい、お待ち。はい。大将、わしはもう手を尽くすだけ尽くした。これ以上はもう何もしてやれんわい。こんな遠い国まで来て、お前もさぞかし寂しかろう。わしはお前のおかげでもう一度、もう一度生きてやろうと思うたわい。地獄で仏に会おうと思うても、ところがそんなお前をこんな目に遭わしてしまって。堪忍してくれ、隊長。あとはお前の気力だけだ。頑張らにゃいかんぞ。お前がようなったら、わしは上様にお願いして、お前を一度
くまきの腹っぱに連れてきた。死ぬんじゃないぞ大将。田舎なりどもなんぶの国はさ、西も東も神の山倉さんさ、四段の中の大将。あ、死んだ。熱が下がったようだな。あ、大将、やったありがとう。こうしてその日、小金井の幕府の牧場において徳田新之助と鬼沢兵庫の馬比べが密かに行われることとなった。新之助とやら、その馬の包帯はどうした。これは奇襲号だ。何？お前が野間奉行と結託して闇に葬ろうとした馬だ。貴様何者だ。それはいずれわかる。このわしに勝てると思うのか。上様の名誉を汚す不届き者がおいるなら今のうちだぞ。お前やがるのもいい加減にしろ。井の中の蛙が馬に乗る図だな。貴様、行け！上がれ！Thank you.
陣太夫、とうとう正体を現しおったな。貴様、大岡の手の者か。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。陣太夫、よく見ろ。上様、堀越陣太夫、その野間奉行の地位を利用いたし、私利私欲のために悪逆非道の数々、断じて許しませぬ。切れ、奇襲を申しまっせ。で五分と五分の勝負だ。騎手を頼むぞ。はや。はい。頑張れ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 頑張
その身柄を南部藩に引き渡され、後日切腹の沙汰を受けた。南部馬之助こと細井平吉は帰参を許され、ふるさとの熊木の牧場へ7年ぶりに帰ることとなった。上様。平吉、たまえ、この馬をその方たちに預けよう。良い子馬をたくさん育ててくれ、頼むぞ。はい。岩手さんの見える熊木の原でこのような馬を育てるのが、それがしと女房の夢でございました。あいつはきっと喜んでいると思います。しばらくの別れだ。達者でな。八代将軍吉宗はその後も外国馬の輸入を続けた。後に外国使節の似た南部ごまはもはや世界一流の良馬であったと言われている。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は尾張六十二万石の後ろ盾をもって、その方ら尾張八木を一刀の頭と腕で奪い取るのじゃ。どこ、誰の知行地を奪えと言われます。将軍家そば用に加納五郎左衛門の領地。どこへ行かれる。あっち。どこから来た。そっち。やれ。逃げなさい。役人が捕らえに来るんです。尾張六十二万石、徳川宗春を処断せねばならぬのか。なんで知って。尾張大名様。次回、金手帳とっちゃん若様評判記。どうぞご期待ください。